はいどうもこんにちは。えずこです。それでは今回なんですけども、超 PayPay ペイペイ祭りは2月から開始、PayPay ペペジャンボ、PayPay ペイペイモール、ヤフーショッピングなどでお得にということで、今回は PayPay ペイペイのキャンペーン情報ですね。この動画では2月から開始する超 PayPay ペイペイ祭りについてお伝えします。現時点で発表されている情報ですので、もし参加を検討されている方がいらっしゃれば参考にしていただければなと思います。それでは ということでね、今回発表されたキャンペーンこちらでございます。超 PayPay ペペ祭りということで、2月の1日から3月31日までの間の2ヶ月のキャンペーンでございます。ではですね、今回が発表されたキャンペーンというのが、いくつか分かれておりますので、今回発表されたプレスリリースを一緒に見ていきましょう。お得にお買い物を楽しみいただける大規模キャンペーン、超 PayPay ペペ祭りを2月1日から実施。抽選で最大100%戻ってくる日本全国全額チャンス、超 PayPay ペペジャンボを開催ということでございます。ではですね、文章を読みながらですね、どんなものが 開催されるのが見ていきたいと思うんで、すけども、まあ、前回は月月から11月まででの間で開催がされたとで今回は、今お伝えした、日本全国全額チャンス超ペイペイジャンボですとか、超ペイペイ祭りの対象加盟店で超お得キャンペーンをはじめとして、様々なキャンペーンを実施しますということでございます。超ペイペイ祭り対象加盟店で超お得キャンペーンの対象加盟店はキャンペーンの内容の詳細については、後日公表予定のお知らせにてご確認くださいということでございますので、今発表 発表されているのはこのペイペイジャンボですね。ですけどもまだこっちについては特に情報は出てない状況でございます。ちなみにね今回のこのペイペイジャンボなんですけどもそれがこちらでございましてお店もネットも対象超ペイペイジャンボ一等最大全額戻ってくるということでございます。でもし当たった場合なんですけども一等が全額の100%二等が5%三等が0.5%三回に一回の確率でいずれかが当たるとで付与される上限は10万円までで今回面白いのがここですね対象店舗なんですけども。 Non. 対象外の店舗を除くすべての PayPay ペイペイ加盟店が対象ですということですので、ここにも出てるように PayPay ペイペイ加盟店実店舗、おう店員ですとか、街のお店、そしてオンラインストア、こういったところが対象ですということですね。なのでコンビニとか普通のスーパーとかで PayPay ペイペイがもしね、対応してればそういったところが対象ですけども、一応ね、対象外のお店も現時点で発表されております。対象外の店舗は追ってお知らせいたしますということで、今出てるこういったところですね、例えば PayPay ペイペイのボーナス運用ですとか、ソフトバンクワインバイルン 携帯電話料金、請求書払いのサービス、病院とかあと保険とか行政サービス利用料とか自治体納付金まあ、税金とかが含まれてますね なので、これ以外のところで期間中にペイペイ決済をしたら、もしかすると、この1等2等3等のどれかが当たるかもしれないということでございます。ま、このキャンペーンはね、普段からペイペイを使われている方からすれば、ま、当たったらラッキーかなって感じになりそうですよね。で、キャンペーンのですね、対象の決済方法として、まず店頭の場合はペイペイカード、そしてペイペイ残高、ヤフーカード、ペイペイアドバラこれらで決済したらキャンペーンに参加できると。ですけども、その他のクレジットカードで決済した場合は対象 障害となりますのであくまでもこれらの4つの方法で決済してくださいということですねでオンラインストアの場合についてはペペ残高で決済して参加することができるんですが ペイペイカード、ヤフーカード、後払い、そしてその他のクレジットカードで決済した対象外でございます。なので、オンラインストアで決済する場合は、ペイペイ残高にチャージをして、そこでキャンペーンに参加できるという認識ですね。次に、ペイペイモールとヤフーショッピングのお得になりますよというキャンペーンなんですが、最大で40.5%のペイペイのボーナスが付与されるキャンペーンを、2月の14日から3月の22日までの間に実施がされるということでございます。で、その他にも、下記のヤフージャパンサービスにおいても、超ペイペイ末の期間中、 にお得なキャンペーンの実施が予定されるということでこちらについてはですね2月1日に詳細が発表されるということでございますちなみにペーペーモールとヤフーショッピング以外にもヤフオク、ペーペーフリーバン、イーブクジャパン、ロハコ、ヤフーズバトク ペイペイグルメ、アフプレミアム、こういったところでね、お得なキャンペーン始まりますよ、ということですね。そして、超ペイペイ祭りはこちらも開催がされます。ソフトバンクはソフトバンクのスマートフォンをご利用のお客様向けに、対象の加盟店でペイペイで支払うと、最大半額相当のペイペイモラスが戻ってくるスーパーペイペイクーポンを提供いたしますと。おそらくですね、ソフトバンクユーザーの方でこのキャンペーンに参加したことがある方、中にはいらっしゃると思うんですけども、こちらですね、ソフトバンクプレミアム、スーパーペイペイクーポンということで、基本的にこの最大半額戻ってくるっていう よね結構お得なクーポンになってるんですよねで現時点では2月そして3月も発表がされております例えば餃子の王将とか寿司ローとかミニストップあと OK とかも対応してますねこれが2月のクーポンで3月はここからファインとか松本清秀ローソンダイソーミスタードーナツ家電量販でも入ってますねケーズ電機のじまヤマダ電機ビックカメラこういったところのクーポンが3月であれば配布がされるとちなみにですね2月のクーポンについての詳細情報も現時点で発表がされておりまして餃子の王将の場合は。 50で、1回に500円相当までで、解説上限は2回まで、スシローとミニストップ。まあ、こういった感じで、情報が既に出ておりますので、ソフトバンクユーザーの方はですね、めちゃくちゃお得なんじゃないかなと思います。で、少し続きがあるんですけども、超 PayPay ペペ祭りの期間中も、様々な加盟店でお得に利用できるスーパー PayPay ペペクーポンを提供いたします。2月3月はこれまで提供してきた大手チェーンに加えて、地域の街の人気店でもスーパーペ a ペ p クーポンを提供し、対象の加盟店のラインナップを拡充しますと。おそらく先ほど伝えたところかなと思うん で、さらにここなんですが、また Yahoo Japan が今回の超 PayPay ペペ祭りで実施を予定しているキャンペーンの一環として、期間中に対象の加盟店で PayPay ペペで支払うとお得になる Yahoo ミアム会員限定の PayPay ペペクーポンを提供する予定で、 ソフトバンクと Y モバイルのスマートフォンをご利用のお客様もお得にご利用いただけますということでございます。ちょっとね、これは意外でしたね。Yahoo ミアム限定の PayPay クーポンということで、もうおそらくね、加入されている方もいらっしゃると思いますし、僕も今現在は Y モバイルユーザーなので、ちょっとね、このクーポンがどんな情報が出てくるのか少し楽しみなとこではあります。 で、ちょっと気になったのが、この米5のところなんですけども、ちょっと拡大してみてみると、ソフトバンクのお客様で、スマートログイン設定済みの Yahoo Japan ID での PayPay アカウント連携を行った方が対象。あと、ここなんですけども、ワイモバイルのお客様は、ワインバイルサービスの初期登録済みの Yahoo Japan ID と PayPay アカウントの連携が必要です。ここまで OK ですね。で、一部対象外の料金プランがあるのと、Enjoy パックへの加入が必要ですということですので、おそらくこれって、僕 YVR ユーザーなんですけども、Enjoy パック入らないといけない いいのかなっっっててちょととね疑問に思ってるところで、ありますます、あ、ちちょょっとね詳細の発表待ちましょうこれはで超 PayPay ペペ祭りについてはここまでなんですけども、皆さんこれ覚えてますかねあの、総額10億円お年玉くじのキャンペーンですね。以前ちょっと動画で紹介したことがあるんですけども、そのキャンペーンの内容として、まあ、簡単に出てるんですけども、総額10億円お年玉くじは、5回に1回の確率で PayPay ペペボーナスが当たるくじなんですが、すでに PayPay ペペを利用いただいているユーザーは最大で112回、PayPay ペペの利用が初めての方は最大で 162回のくくじを引くことがで,きるとで、そのユーザーについては2021年の12月の27から2022年の1月11日まで行われるチャレンジ期間中に全10個あるミッションにチャレンジしてその達成度に応じてくじ引きの回数を増やすことができると。で、本キャンペーンに参加いただくにはユーザーの本人確認が審査完了していることとメールアドレスを登録が済んでいることが必須となりますということでございましてまあわかりやすくねキャンペーンページにも出ているんですけども今現在この動画を アップするのが1月の7日なので今はチャレンジ期間なのでミッションを行ったりっていうような期間でこれが1月11日まで開催されております開催というか期間中となっておりましてそこからそのミッションの達成度に応じてくじが引けるということなんですけどもそれが1月14日から21日までの期間ということでございますちなみにですね5回の1回の確率で1等2等3等で4等5等まで引くことができるみたいで1等は10枚相当2等は1枚相当3等は1000円相当 と4等は100円相当そして5等は10円相当ということでまあ抽選にはなるんですけどもリスクなくね参加することもできますんでなんちゃかんちゃ参加してもいいかなという風に思います参加の仕方至ってシンプルで PayPay アプリをインストールされてない方はインストール登録を行ってあとはここに出てるような参加条件ですねミッションをそれぞれ登録していくことによってプラス1回プラス1回っていう感じでくじが引ける回数が増えていくということでございますで実際に僕の今現在の状況を見ていただきたいんですけどもそれがこちらですね ペイペイの専用のページから開いてまずくじ引きの参加条件の達成としてくじ引きに参加できますという風にチェックが入ってますで現在は僕くじ引きの回数増やすのところがちょいちょいミッションですねやっておりまして73回引ける状態でございますで画面を下に下がって僕の場合は本人確認がすでに達成できてるのとメールの設定もできてるので達成済みにチェックがちょんちょんって入ってますでデイリーミッションはですねその日にサクッとできるのでまちょっとねこのスクリーンショットはですねちょっとまだできてない状態ではあるんですけどもクーポン獲得 すする押ことで、ププララスス1 1回回キャンペーンペペーージ訪問すするだけ押すだけけ押ででっていう感じでこれれはね日々期間中やってもらえれば大丈夫ですでこのワンタイムミッションなんですけども、まあ僕の場合結構前にですね、こういった銀行口座の登録とか、メールの通知の設定、規制会、ボナス運用、これらはですね、もうすでにやってた設定だったので、達成済みすでにチェック入ってましたね。ですけども、この PayPay 残高を送る、お友達や学校族から残高を受け取ると、ミッション達成ですということなんですが、僕ですね、先日 Twitter にもアップしたんですけども、まとめてね、母親に親戚の子 と母親の分の分分玉をでででですすすねねペペ送金したんんけけどもそういや自分受け取ってないんですよ、ね、まあ、残念ながら僕はね、受け取る友達がいないので、おそらくこれは達成できない状態で、お年玉くじに参加するような感じにはなりそうな気がします。ちょっと寂しいですね。なので僕みたいにですね、とりあえず一人でもできる限りすれば、なんちゃかんちゃくじ引きが引ける回数は増えていくと思いますんで、まだね、ミッション参加してない方とか、登録がまだの方はですね、この動画を見られた後にですね、ぜひやってみてもいいのかなというふうに思います。それでですね、今日ですね、 今日お伝えした超 PayPay ペペ祭りのキャンペーンを簡単にまとめていきますと、これはね、一応1月7日時点の情報ではあるんですが、キャンペーンの期間はトータルで2月1日から3月31日まで。で、例えば日本全国全額超 PayPay ペペジャンボ。 基本的にはいろんなお店、街のお店とか、オンラインとか、そういったところが基本的には対象になってくると。で、超ペ a ペ p 祭りの対象加盟店で超お得キャンペーンというのを開催されるみたいなんですけども、これについての詳細は後日発表されるみたいです。ちょっと楽しみですね。で、次にペ a ペ p モールとヤフーショッピングで最大40.5%還元キャンペーンというのが始まります。これですね、開催期間ちょっと後にはなるんですが、2月の14日から3月22日まで開催されておりまして、他にもペ a ペ p フリマですとか、ヤフーオーク o a こういったところも対象となってきます。で、詳細はですね、2月1日 発表されるみたいです、すで次に、ソフトバンク利用の方向き、半額クーポンですね。大手チェーンプラス地域の街のお店の人気クーポンというのが配布されます。そしてもう一つ、Yahoo プレミアム会員限定の PayPay クーポンということで、以上でですね、ソフトバンクワインバイル含むと出てるんですけども、ワインバイルの場合はもしかすると、エンジョイパックの加入が必要かもしれないっていうふうになっておりましたね。で、期間がちょっと分かれてるんですが、2月7日から2月28日まで、そして3月7日から3月31日までっていうキャンペーンでございます。で、こちらについても詳細は後日発表されるという いうこととでですのでキャンペーンペペーージをね追って見て見いいただければなと思いますまあそんなこんなで今回は2月から開催される超 PayPay ペペ祭りについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ最初ですね、このキャンペーンを見た時はんなんかちょっと物足りないなっていう風に一瞬思ったんですけども正直なところまだまだ発表されてる内容っていうのが 細かく出てないので、一概にん、んっていう風に思うのは、まだ後かなと思います。なので、こちらのキャンペーンですね、また詳細が発表されれば、まとまればですね、おそらくまた別の動画にするかもしれないですし、ツイッターでまた情報を発信しようかなという風にも思っております。で、先ほどお伝えした超お年玉くじに、まだ色々登録まだの方はですね、サクッとやってみてもいいと思いますし、こちらの今お伝えしたキャンペーンの詳細気になる方はですね、こちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、本日動画 以上です。ご視聴どうもありがとうございました。